ネオン管ネオン管とは、ガス放電管の一種で、封入ガスとして100から1000パスカルのネオンガスを用いた、もの。レイン極低圧放電等でもあるために、レイン極管とも似た特性を有する。ネオンガス中のグロー放電に認められる、陽光柱及び不グローの大ダイダイア回路の、発光現象を利用し、各種照明器具や表示用に用いられることが多い。一般に、 特に、ネオンサインなどの表示用途において、封入ガスとして、水銀、ヘリウム、窒素を用いたり、管内壁に、蛍光物質を塗布するなどして様々な光色を得られるようにした各種ガス放電管も便宜上、ネオン管と呼ばれ、蛍光灯のガラス管を着色し、あるいは適宜蛍光物質を調整した、蛍光サイン管もこれに含まれることが多い。ガラス管の両端に、 平板の電極を封入し、封入ガスとして250から400パスカルのネオンガスを用い、グロー放電時に認められる陽光柱の発光現象を利用したものをネオン管という。ネオン管はジョルジュクロードが発明し、1910年にパリの政府庁舎グランパレスにて公表した。ネオンサイン等に使われるものは一般に艦長は最大で1.5メートル。 多くの場合、用途に応じ様々な形状に曲げられ、広告用に多用されている。点灯に必要な電圧は1メートルあたり、ネオンガス入りが 1.2KV、アルゴンや水銀蒸気入りでは 1KV の電圧が必要になる。点灯時に流れる電流は2 0ンペアのものが一般的である。放電管の分類としては同じくネオン管の一種であるが、 電極間隔が 1mm ほどの家庭用交流電源等の 100V 程度で点灯させるように設計されたものはネオンランプと呼ばれる。他の蛍光灯などの放電管と同じように安定した放電のために安定器が必要である。点灯用の高圧発生用のトランスを兼ねた機材の使用が一般的であり、ネオントランスと呼ばれる。 ネオントランスの最高電圧は 15KV となっており2次、短絡電流は2 0 m a アと決められている。これは1万1二次側系に人間が触れた際、4 0 m a アが一般的に生死の境を分ける電流値であるとされており、その半分と規定しているためである。また、ガラス管の太さを補足するとより高い電圧で放電を開始するため明るく輝く、 ネオン管とすることができる。ネオントランスは二次側を短絡しても、最大管長のネオン管を接続しても電流が2 0ンペアしか流れない時期漏れ変圧器となっているので15。KV のトランスで極端な例では0 1ルのネオン管から1 5ル相当のネオン管まで点灯が可能である。ネオン管を用いた照明器具などの工事には、 特殊電気工事資格者であることが必要とされる。検電ドライバー内蔵したネオンランプで活線を知る鉄、あるいはニッケルでできた電極を 1mm 程度の間隔を取って配置し、ガラス管に収めたものをネオンランプという。グロー放電時に負極表面全域に張り付くように現れるフグローの発酵を用いる。発光効率は0.3ルーメン W とかなり悪い。 電極の形状は単なる棒状のものを平行に並べただけのものから円盤状あるいは文字その外様々なものがある。単なる表示ランプからインテリアとしての照明用、古くは電極を数字の形状にした電極を多数まとめてガラス管に封入した情報表示用のものもある。点灯時の電流は1 m a ア程度。放電開始電圧は 70V 程度。 放電停止電圧は 60V で、典型的な S 型不正抵抗を持つため、点灯には安定器が必要だが、点灯時の電流が非常に小さいため、通常単なる抵抗で代用される。不正抵抗を利用し、非常に単純な視聴発信回路を作って、明滅させたり、ノコギリ波発生回路として利用されることもあった。具体的には、 ネオンランプと並列にコンデンサを接続する。近年、パイロットランプとして用いられる単純な電極形状のものは順次発光ダイオードに置き換えられつつある。ただし、電源電圧が高い場合は、発光ダイオードでは電流制限抵抗の電力損失が大きいため、ネオンランプが用いられることも少なくない。よく電化製品の異常表示ランプなどでは正常にも、 かかわらず微放電をすることがある。これは2 0 0ト回路などで両側が非接地局の場合に起こる。片方は操作回路の電源、もう片方は保護機器の接点などに接続してある場合、保護装置までの配線と機器のケースなどアースされたものとの間に電線被覆を介してコンデンサが形成されネオンランプに大地電圧が印加されるため起こる。 対策として、ネオンランプにコンデンサか抵抗を並列に接続すると解消する。最近では自動車のドレスアップとして、ネオン管を車体の底部や車内に取り付けたりする改造法がある。ありがとうございます。